TH の富山です。これからこんな症状について少しだけ解説いたします。まず呼吸を行う伸び縮む運動というのは生きていることの基本運動です。消化器官の動きも心臓の動きも筋肉の動きの一つ一つが伸び縮み運動から構成されています。現代人の呼吸運動にとって重要な部分は第一肋骨と腕橈骨筋の動きです。この部分の伸び縮み運動に不具合が起こると、喉の部分に緊張と過敏が起こります。喉の部分で重要なのは喉頭蓋弁という食道と気道を分離するための弁になります。喉頭蓋弁に緊張と過敏が起こると、弁の不具合から食道と気道の閉鎖がうまくいかなくなり、誤嚥が起こりやすくなります。また、ムズムズ感や違和感が起こり、咳が出やすくなります。咳は本来、呼吸を助ける働きがありますが、咳をしたくない心理が働くと、呼吸を浅くして咳が出ないようにしてしまうため、呼吸不足と肺活量不足が起こってしまいます。当センターでは、来院された方のお体をしっかりと拝見し、不調の根本原因を分析して、治療および豊富な指導をご用意しております。もし何かお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。